私はこう伝えることが自分の使命なのかなって、障害とそれ原発問題、一言じゃない自分のことなんだよっていうことを伝えていきたいなと思ってます。歌をやってなかったらばやっぱりそのパンの先生も出会えなかったしということで、で15年パンに歌つき歌にパンつきということでやってきました。で去年15年の節目で震災にあってしまったんですけれども、高校2年の時にたまたま地元にある重度身体障害者の施設へ行ったのがきっかけ。あれ障害って好きでなるわけじゃないよなって、自分は五体満足に巻いて何できない言ってらんないと思ったのね。で障害を持った一人はゆとりを持って生まれたんだから見て差し上げるのが当たり前だって、その通り勝手にそう思い込んだんだよね。で自分の人生の最終目標は福祉ってその決めちゃったの。この地元のある施設に慰問に来ました、歌でね。その時いろんな作業をしてる中で小脳の袋詰めしてたの。小脳の袋詰めも大事だけど、だったらパンの匂いの方がいいんじゃないかなってひらめいたのね。ただお客さんのお名刺もいただくんですけれども、見たらねパンの一枚社長さんの名刺があったんですよ。で、すぐ電話をして「冷静自分はこう夢を描いてるとお力貸してください」っていうことで、そして、今度この末継ぎ、高校の時に夢描いてた太平洋を目の前にして、なんと近くには老人ホームもあるということで、なんで老人ホームかっていうと、お年寄りと子供たちが触れ合えてお互いにいいかなで、まず障害って朝人事のように思うけれども、みんな自分のことなんだよね。どんな人もやっぱり人間は生まれたら死に向かってって老化していくわけですよ。で何らかのいつか腰が痛くなったの、目が見えなくなったのって、みんなやっぱり何らかの障害ハンディ持つわけです。で私からしてもらうと詐欺持った人は先輩なわけなんですよ、本当に。で私はうちは共同作業所っていうふうに言って、うちは共に働くにしたの。なんでかっつうと、障害者も健常者もないよって、共に働く仲間であるということ。だから彼らが手が弱かったらその手になってあげればいいし、で逆にたくさん彼らが大事なことを教わるわけですよ。だから毎日私この心を私洗ってもらって今生きてる感じする。だから彼らがあって今私は生かされてるのかなって、もう感謝の日々ですよね。で人間って食べるだけじゃ生きていけないんだよね。心あるから、心元気にしないとね生きていけない。でもおじいちゃんおばあちゃん何がって言ったらやっぱり子供だろうね、孫だろうね。それがやっぱり今離れて会えないっていうことね、そこ行くとうちの子たちが本当に純粋ですからね。本当に血はつながってなくても本当の孫のような感じで、みんな増えて拍手してくれてね。そしてうちの子たちもやっぱりね自信つくんだよね。で私はまあ今歌しかできないんで、声が続く限りこれからも子供たちと一緒に力を合わせて全国回っていきたいなって、発信していきたいなって思ってます。